公開中の映画、マッチング、大ヒット舞台挨拶が5日、都内にて行われ、俳優の土屋太を、佐久間大介、スノーマン、金子信明と内田英治監督が登壇。佐久間が、ストーカー、役とのギャップで会場を盛り上げた。写真、佐久間大介、内田監督のいじりに大爆笑映画、ミッドナイトスワン、の内田英治が原作。 脚本、監督を務め、マッチングアプリによる出会いの裏に仕掛けられた恐怖を完全オリジナルで書くサスペンススリラー。3月4日時点で5.5億円突破という大ヒットを喜ぶ一同。千田監督が、最近、何でも大ヒットって言うけど、と笑いを誘いつつ、この間、さっくん、佐久間、と一緒に実際に映画館に見に行って、 学生さんとかがいっぱい入っているのを二人でこの目で見てきたので、この大ヒットは、本当、です、と胸を張ると、佐久間も、男性も多かったですね。一人で見に来てくれている男性もいて嬉しかった、と笑顔。この日は SN、SNS の感想や反応を一部紹介。役とのギャップが良かった、と言われた佐久間に、 内田監督があっちが本当かもしれない。人間はわからないですからね、と言うと、佐久間も確かに、今が偽っている俺かも、とうなずきつつ、監督、この間一緒に飲みに行ったんだから、わかってるでしょ、バラ、と乗り突っ込み。さらに、佐久間が演じた狂気のストーカー、トムを、貞子、のような新たなヒール、悪役、 にしたい監督の狙い。というコメントに、内田監督が、確かに、昔からアンチヒーローが好きで、羊たちの沈黙、の、レクター博士とかね、ああいうイメージはありました、と明かしつつ、クライマックスの佐久間の表情の演技に太鼓判。佐久間も、嬉しいなあ、と感激していた。